今日は二条院に離れおわして祭り見にいでたもう西の隊に渡りたまいてこれみつに車のことをおおせたり女房いでたつやとのたまいて姫君の糸美しげに繕い立てておわするをうちえみて見立て祭りたもう君はいざたまえもろともに民よとて身ぐしの常よりも清らに身うるをかきなでたまいて久しゅうそぎたまわざめるを今日はよき日ならんかしとて暦の博士めして時問わせなどしたもうほどにまず女房いでねとてわらわの姿どものわらわの姿どものおかしげなるをごろうず糸ろうたげなる神どもの末華やかにそぎ渡して浮き門の上の袴にかかれるほどけざやかに見ゆ君の身ぐしは我そがんとて歌てところしょうもあるかないかにおいやらんとすらんとそぎわずらいたも糸長き人も額髪は少し水こうぞ編めるを無下に遅れたる筋のなきやあまり情けなからんとてそぎ果てて千尋と祝い聞こえたもんを小納言哀れにかたじけなしと見立てまつるはかりなき千尋の底に見るぶさの追いゆく末は我の溝を見んはかりなき千尋の底の見るぶさの追いゆく先は追いゆく末は我の溝を見んと聞こえたまえば千尋ともいかでか知らん定めなく道知る潮ののどけからぬに千尋ともいかでか知らん定めなき道知る潮ののどけからぬにと物に書きつけておわする様老老じき者から和光おかしきをめでたしとおぼす。このまた場面の転換がいいですね。かなり深刻なところからスイッとこう若紫の方へ、こういうのある意味で言うとレンガの変化と言ってもいいかもしれませんね。レンガってものはもちろんこう一続きの流れを持っていなければならないけれども、しかしまたそれがべったり平板に続いてしまったらこれはもうどうにもならない。一辺の死よりもさらにつまらないものになってしまうわけです。しかし時にこう淵のような静かに流れていくところがあり、表ロックなんてなものは後の河川、徘徊の河川で言えば表ロックみたいなところですね。あんまり劇的なところは出ない仁義借境恋無情固有名詞旅というふうなものは出さない、なだらかにまずロック進んでいく。それからその次から少しずつこう波乱が出てきて、そしてやがて、恋とか無情とかっていうふうなものが展開していく。その付け句の前の句を半歩片足に踏まえていながら前に一歩踏み出した、その変化の妙というふうなもの、物語でも同じことなんですね。わかった。ここで今日は二条院に逃れおわして、源氏の君は今日は二条院に離れおわして逃れていらっしゃって逃げていらっしゃって、そして若紫と一緒に祭り見物にお出かけになる。今度は見る側に立つわけですね。西の隊に渡りたまいて、若紫のいるその西の隊にお出かけになって、で腹心のこれみつに車のことを仰せたり、万端
よろしく計らえと言って仰せつけになった。そして女房いでたつやとからかっているわけです。この女房いでたつやっていうのは紫の上に行ってるのではないんですね。紫の上好きの若い紫の上ですから、そばについているのも若い女の子がついているわけ。まだ女房と言えないような若い女の子がついている。これは今の宮中でもちょっと似た感じがあって、範宮様には、範宮様は決してもうお若くはないけれども、でも範宮様についているのは出子と言われる若い女の子です。まだ20代ぐらいの若い女の子です。で、皇后様なんかにはもちろん当然、あるいはもう皇太子妃殿下の雅子様なんかにも女官がついているわけです。しかし、雅子妃殿下の女官たちは皇太子様が ご結婚なすった時に新しく少し年上ですけれども古くから宮中に仕えている、そんなこと言ったら怒られるかもしれないけど、おい女房のような年齢の方ではない、少し年上の女官を、5人ほど揃えて新しく採用なすったわけですね。うん、ではここ若紫についているのは遊び相手にもなるような若い女の子がつけてあるわけですが、そういう連中に女房いでたつやとこう冗談で言ったわけです。光源氏が、はい、女房さん出かけるかいというふうなことですね。そうおっしゃって、で姫君の糸を美しげに繕い立ておわするを内へ見て見立て祭りたも、姫君がもう、ね、久しぶりで来てくださったわけで、そして祭り見物に行くということなんですから、もう嬉しくてしょうがないわけで、大層美しげに化粧や着るものなんかを整えて、いらっしゃる。その様子を家へ見てご覧になっていらっしゃる。そして君はいざたまえもろともに見んよ、あなた一緒にいらっしゃい、お祭りを一緒に見ましょうよと言って、紫の上の身串が常よりも清らに見ゆるをかきなでたまいて、いつもよりもさっぱりと美しくお見えになるのをかきなでなさって、そして久しゅうそぎたまわざめるを今日は良き日ならんかし、長い間神をお切りにならなかった、だからだいぶ伸びているが今日はきっと日柄もいいことだろう。そぐというのは髪の毛をこう切ることですね。ですからもっと年がいってしまって、そして、この世をまあ尼になる、いきなりこう頭を丸めてしまうんじゃなくって、尼そぎというこの辺りでこう髪をこう揃えて切るわけですけど、それを尼そぎというわけですけれども、それもそんなふうにそぐというわけですね。髪を切ることですが、この前は若い女の子ですからそんなに短くはしない、でも長い間ずいぶん久しく髪を切っていらっしゃらない、だから今日はきっとお日柄もいいだろうから髪を切ってごらんとこう言ったわけですね。と言って暦の博士めして時問わせなどしたも、今日の日柄、それから髪を切るとすれば何の時が何の時刻が一番いいかというふうなことですね。それを尋ねさせなさっているうちに、まず女房いでねとて、わらおの姿どもの、どものを
姿どもの一番神前に王がくっついてるもんですから、わらわの姿どものおかしげなルオゴローズ、そばについているメワラワたちの姿がなかなか趣のあるのをご覧になっている。ここでもやはりその年若いおそば好きの娘たちにこんなふうにからかっているわけですね。まず女房方、ね、出発なさいなと言って、で若い女の子たち、まだ娘っ子の姿がなかなかかわいい、それをご覧になっている。いとろうたげなる神どもの末華やかにそぎ渡して、紫の上の大層かわいげな美しい髪の先の方、末の方を華やかにそぎ渡して、こうパッとこう、おそらく裾が開くような感じで美しく切って切り渡して、こうある曲線の美しさ、切った後の美しさを見えるように切って短くして、で浮き門の上の袴、門の浮き出した上の袴に、袴の上に女の人でも上の袴をこんな外出の時にはつけることがあるわけですね。男でももちろん束帯つけて、その一番上に上の袴をつけるわけですが、その浮き門の上の袴のこう、ね、おそらく腰のあたりにその添いだ髪がちょうどこうかかる、その程度の長さに添いだわけでしょう。かかれるほど、そのほど合いが髪を切った、そのほど合い、その感じがくっきりと見える。切り立ての美しい線の際立っている感じですね。君の目串は我そがんとて、歌ってところしょうもあるかな、ところせうもあるかな。あなたの目串は私が切りましょう。そうおっしゃって、でも驚くほどたくさんの目串だな。歌てっていうのは極度に度合いの甚だしい状態が歌てですが、ところせよもあるかな、うっとしほどたくさんの、そしておそらくつやつやとしてしっとりとした髪の感じなんでしょうね。それをこんなふうに言ってるわけです。いかに追いやらんとすらん、今だってこんなんだから、これからのち成長なすったらどんなに美しくなるだろうと、そぎわずらいたも、切ろうとなさるんだけども、なかなか手に余って簡単にお切りになることができない。糸長き人も額髪は少し短こうぞ編めるを、無下に遅れたる筋のなきや、あまり情けなからん。大層髪の長い人も
額髪のあたり、この前髪のこう、この辺こう下がってくる、その具合でしょうね。その額髪の下がり具合は、少し短くしているようだ。額髪だけは少し短く切っているようだ。むやみに遅れたず筋のなきや、あまり情けなからん。むやみに遅れ毛がないのは、あまり風情がなさすぎるだろう。遅れ毛も少しある方が風情があると言って切り終わって、その次が素晴らしいですね。千尋と祝い聞こえたも、一広はもちろんこの両手を広げた長さですね。八広とか桃広とか千尋とかっていうのは長い長いということの代名詞みたいなものですが、千尋の長さに、千尋の丈にというふうな祝福の言葉をおっしゃった。それを小納言、あの紫の上の乳母、前から紫の上のそばについている、あの小納言、哀れにかたじけなしと見立て祭る、しみじみと心にしみてありがたいことだとお見申し上げている。はかりなき千尋の底の見るぶさの、追いゆく末は我のみぞみん。こういう時の歌はそんなに複雑には歌わないですね。前の歌なんかと漢字がちょっと違いましょう。つまりまだ若い紫の上に分からせようとする、そういう配慮を働いているわけですね。はかりなき千尋の底の見るぶさ、測ることもできない限度のない長い長い千尋の海の底の見るぶさ、あの海藻の群がって生えているようなこの黒髪、追いゆく末は我のみぞみん、これから成長していくその行く末は誰の手にも委ねない、この私だけが世話をしていこう、私だけが大事にかけて見取っていこう、非常にストレートに歌っているわけですね。もちろん千尋の底見るぶさ、追いゆくというふうな言葉、いずれも歌言葉としての響き合いを持っているわけですけれども、しかし歌の意味はスーッと通ってますね。若い紫の上にも理解できる、胸に響かせることができる歌ですね。そんなふうにおっしゃると、千尋ともいかでか知らん、定めなき道日の潮ののどけからるに、なかなかのものですよね。もちろん紫の上のあれじゃなくて、作者が作っているわけですけれども、いかにもそれらしい。おっしゃるその千尋の底、千尋の底までも届くような深く長いお心、あなた様の深く長い私に対するお心であるというふうに、どうして理解できましょうか。
なんかもっと素直であればいいのにと現代の我々は思いますけれども、こんなところでそんなに 100% 素直に作ってしまったら、これは心の浅い女なんですね。やっぱりそう簡単に、おっしゃる通り身を任せますとかいうふうなことは絶対に口が曲がっても言わない、そこのところが大事なところなんでありまして、千尋ともいかでか知らん、あなたのおっしゃいます千尋の末までもの長い心とどうして私が理解いたしましたらよろしいんでございましょう。定めなき道昼潮ののどけからぬ、定めないいろんな変化をいたします、満ちたり干上がったりいたします、あの定めない潮の のどかに変わりないお心、あなた様のお気持ちをそんなふうな お気持ちだとどうして私が信じればよろしいのでございましょう。つまりまだこれでもう 100% 舞い上がってしまいましたなんていうふうには言わない、私はまだ信じられませんわ、まだ心のどっかに届かないところがございますわというもの思いを残していってるわけですね。それの方がはるかにこういう恋のやり取りの場合には力があるわけですね。と物に書きつけてお忘れる様、そばにある紙なんかに、書きつけていらっしゃるその様子、老老じき者から和光おかしきを、老老じっていうのはなかなか巧みであるということです、後者であるということです。その歌はなかなか巧みではあるものの、和光おかしきを、またあまりに手だれすぎても気持ち悪いわけで、和光おかしきを、子供っぽくってかわいいのを、素晴らしいとお思いになる、こういうところもいかにも若い源氏の心に、さらに若い若紫の姿形振る舞い、さらにその教養が見事に示されるこの歌というふうなものが心にかなうものであるということですね。心のところがまた何とも言えず、今までの少し重苦しい、あるいは緊張したような感じと違った形でパカッと清楚な花のような感じで入ってくるわけです。その次がまた面白い。